はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さん天杯流環境は楽しんでいらっしゃいますでしょうか。天杯流型クソレッキをちょっと今日はお見舞いしていこうと思ってます。でですね、これね、もともとのギミックは、X の方でですね、OCG の天杯流が出た時に、カオポッポノアさんっていう僕尊敬するデュエリストの方がいらっしゃるんですけど、カオポッポさんがなんかツイッターでこんなルートもありますよみたいな感じで紹介していたルートをちょっと参考にさせていただいてるんですが、何がしたいかっていうと、トランセンドドラギオンっていうモンスターを使って、これね、こいつ存在してると攻撃からのモンスターを攻撃しなきゃならないんですよ、こいつに。なんで、相手のバトルフェーズにこいつに殴らせて勝ちます。で、何で殴らせるかっていうと、トークンで殴らせますと。で、ブラックガーデンっていうカードの効果で、一応トークンが生まれるんですけど、これ、相手の盤面に。で、相手の盤面に、トークン生まれると打点が800なんですね、このトークンが。これ800打点のトークンで、無限にこいつに殴り続けてワンキル取るっていう。トランセルドラギオンさん、を、バトルフェーズ、に、出せば、バトルフェーズ適用されてトークン全部投げないといけないんでね。で、じゃあどうやってバトルフェーズに入らせるかっていう話なんですけども、やっぱメインフェーズ中に展開されちゃうと困るんで、メインフェーズ1をスキップするということで、燃えたけ水っていう最強カードを使ってメインフェーズ1をスキップさせ、トランセルドラギオンに殴らせるっていうそういう感じですね。で、これでメインフェーズ1スキップした場合って相手、エンドフェーズに入るかバトルフェーズに入るかどっちか選べるんですよ。なんでエンドフェーズに入った場合はシンプルにこの開始のターンでトランセンドドラギオンとか出してぶん殴ればトークン全員ぶん殴れば勝ちですし、もしバトルフェーズに入ってきたらバトルフェーズに入ってきた瞬間にトランセンドドラギオンを出して勝ちっていう、どっちにしても勝ちっていう。そういうね、天才ギミックをちょっとお見舞いしていこうと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。なるほど、割と何もなかったらいけるハンドではあるが、パイ召喚効果発動。よし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 、雀荘経営開始。さあ、三元層の効果を発動。天杯流だから先行取ってるの相手多分ビビってんじゃねえかな。なんだこいつってなってんだろうな。なんだこいつってなってんだろうな。で、ライフエクストリームという謎カードを捨てて、でチュンドラを特殊召喚。はい。で、あ、これちなみにテンパイルのくせに先行転換あって、テンパイルのくせにニビル踏みます、このデッキ。はい。はい。で、エンシェントフェアリードラゴンも特殊召喚し、で、エンシェントフェアリードラゴンの効果、なんと三元層を爆発させるとかいうやばいことを起こします。で、一応これ効果も使いまして、三元界面の効果によって、デッキから炎属性レベル4以下のドラゴン族モンスター1体を手札に加える。あ、これなんだ。ああ、そうか、じゃ今手札にあるからか。はい。で、天杯竜ファドラを1枚手札に加えまして、で、フィールド魔法を爆発させると、エンシェントフェアリーさんはフィールド魔法は、名称違うやつを持ってこれるんで、これで、ブラックガーデンを手札に加える。そして、エンシェントフェアリーの効果を発動。自分のメインフェーズに、手からファドラ特殊召喚して、で、ファドラの効果発動をして、自分の墓地から、チュンドラ特殊召喚すると、もう1回レベル7シンクロできるよと。で、これで7シンクロをして、なんかランク7立てるみたいなね、動きもあるんですけども、ちょっと今回それじゃないんですが、これで、バイデントを出し、チューナーとチューナー以外の、レベル6以上のモンスターを墓地に送ることによりアルティマヤ強力金を特殊召喚。アルティマヤ強力金はカードがセットされるとエクストラデッキからパワーツールかレベル18のドラゴン族を特殊召喚。まあ、これでね、クリスタルウィングとか、出しに行ったりとかいうことをね、よくするんですけども、今回はパワーツールブリーバードラゴンを出していきます。で、パワーツールブリーバードラゴンは、特殊召喚に成功すると装備カードを3枚装備できるので、エクストリームと、妖刀竹光、そして、神と竹光、これを装備していく。そして、妖刀竹光の効果により神と竹光を手札にバウンスで、ブラックガーデンを発動。さらに、パワーツールブリーバードラゴンの効果によって、ライフエクストリームを墓地に送りつつ自身の、表示形式を変更で、ライフエクストリームかの効果によってパワーツールブリーバードラゴンをリリースすることによってライフストリームドラゴンを特殊召喚。
これあれですね、ゆうせいくんの最終回前のデュエルで、シューティングクエーサーを出すときに使われてたやつですね。これかっこいいですよね、ライフストレームドラゴン。ルア、うん、じゃあ、ルカ、じゃあ、ルアか。ルアかどっちかわかんない。ルアが、あれです。シグナの、朝に目覚めてさ、ライフストリーム使えるようになったんだけど、そのシーンね。で天気の正確に特殊召喚して、でブラックガーデンの効果でトークンが生まれるよと。はい。で、一応、燃えたけみつを発動しまして、で、神道たけみつを発動します。で、対象ローズトークン。で、ローズトークンに装備すると、燃えたけみつの方によって、これでメインフェーズで1スキップします。これで OK ですね。メインフェーズで1スキップ確定しました。なので、相手はバトルフェーズに入るか、エンドフェーズに入るか、どっちか選べます。エンドフェーズに入ったら、パイトラ召喚して殺せばいいですし、これ今回の手札の場合は。で、バトル入ってきましたね。バトル入ってきちゃった？あ、そう。やっちゃったね。ちょっと裏だけやめてください。これ、あと墓穴も踏みますね。墓穴もやめてください。弱い。あ、OK、大丈夫だ。いけそうだ。これさ、多すぎるだろ。これなんか弱いカード。墓穴効く、裏ら効く。全部効くのやばすぎ。で、ファタラの効果発動して、はい、で、チュンダの特集でブラックガーデンの効果によってさらにトークンが生まれ、さらにブラックガーデンの効果によって、トークンが生まれる。でこの処理後、テンパイルチュンダラの効果を発動。テンパイルチュンダラの効果により自分のフィールド上のモンスターを素材として、シンクロ召喚を行うことができる。現れろ、バイデントドラギオン。ちなみにバイデントドラギオンがシンクロ召喚に成功した場合、自分の墓地のドラゴン族炎属性モンスター体を特殊召喚することもできる。ちなみにこれローズトークンはあれです、植物族なんでトークンが出せなくなります。バイデンドラギオンはドラゴン族縛りが入るんで。そしてさらにパイドラの効果を発動。パイドラの効果によってフィールド上のモンスターを素材にしてシンクロ召喚を行うことができる。あ、じゃあこっちサーチ効果か。これサーチ効果、まあ、一応3元素破壊した時のために3元素もねえのか。3元素を持ってきて、そしてフィールドのモンスターでシンクロ召喚を行うことができる。うお、テンパイルパイドラの効果を発動。シンクロ召喚、あらあら、トランセンドドラギオン。このモンスターはフィールド上に存在する限り相手は攻撃可能の場合このモンスターを攻撃しなければならない。お前はこの守備力3000の壁に一生投げ続けなければバトルフェーズを終了することはできない。俺を殴れ。ちょっと黙れ、バイデントお前ちょっと一回黙れ。対戦ありがとうございました。やっと決まった、マジやっと決まった、マジも疲れた。ちなみにこのデッキは一応基本的にはテンパイルなので、出たアショカピラーじゃん、出ましたアショカピラー、トイレ掃除の棒じゃん、来た。なんだかみかんこか、みかんこ久しぶりだったな。これあれですね、トイレの棒みたいな形をしてるから、トイレ掃除の棒と言われてますね。はい、トイレ掃除の棒ってなんて言うんですか、あれわかんないんですけど、とりあえずちょっと一回アラベスクはちょっとダメなんで、うらら打たしてください。あと無理でした、すみませんでした。んー、なるほどですね。まあ言うてね、テンパイルなんで、デッキのギミック自体は、まあそんなになんか、やばいことが起きないかなって感じなんで、これうららやめてね、これ。これうららやマジでやめて。ここにうららマジでやめて。ふざけんな、マジ。これ全持ちかよ、全持ち芸人黙れ、クソが。いや、まだまあ、あれか、開始のターンにうらら打たんねえかいいか。開始のターン、俺のターンにうらら打たんねえかいいか。まあ、言うてアラベスクアショカピラーってことは、アショカピラーが手札に戻って、多分、フーリーが爆誕して、フーリーとマクセカードでエンドみたいな感じだと思うので、まあちょっとトラップカードうぜえな。ちなみに未確保のトラップカードはまあまあ鬱陶しくて、なんか装備カード装備してくるんだけど、こっちのモンスターに。なんかパクられるんだけど、テンパイルって、なんかその3元素とかあっても映像効果受けちゃうから、なんか装備カードとかの効果受けちゃうんだよね。ちょこっと、あ、3元素来たわ。3元素は強い、結構。三元素は強いけど、神比べうっとしいな。神比べで装備される装備魔法全部効果受けんだよな。ちょっとどないしようって感じなんだけど、まあこうするしかないか。で、パイドラ召喚効果発動します。で、パイドラからの解明を一応持ってこさせてもろて、
で、ですね、そうですね、一応これはこうですね、坂月ミチル三元素の効果によってチュンドラ持ってきつつ、サイフレームドライバー爆発させて、でチュンドラを特殊召喚していきましょうか。さあどうしますかって話ですよ。さあ召喚して、まあ、これでバトルって言えばいいか。これね、鬱陶しいのはね、あ、神比べか、なるほど、神比べここで打ってくる、神比べここで打ってくるか。ちなみに、これ装備魔法なんで、相手装備するの、装備魔法の方が受けちゃうんですよ。なんかチェーン処理、あ、そう、これこういうこと、ほら、これ三元素のね、弱いところは、こう永続系の効果を受けちゃうところなんだけど、取らってきた場合は、ちょっと待ってね、まあ、バトルフェーズ入るしかないね。で、バトルフェーズ入って、三元解明発動する、はい、で、三元解明の効果起動する、で、チュンドラを持ってきて、チュンドラをそのまま特殊召喚していく。で、チュンドラでぶん殴りますよと。え、まあ、どっちでもいいんだけど。どっちでもいいな。どっちでもいいか。まあ、ダメステランでウララとかも打てないですしね、これ。そもそもウララ無効か。で、デッキからリクルートファドラー。で、これで相手だけ破壊される。一旦3回殴っていくか。これを発動せず、とりあえず攻撃回数だけ稼ぎました。で、パイドラの効果発動します。で、ここでシンクロ召喚を行えるんですけど、未完工はちなみに戦闘破壊されないんですよね。そういうモンスターはどうすればいいか皆さんにお伝えしましょう。いけ！デストロイ侍！このモンスターはぶん殴るときに、相手の効果が全部無効になる。そして、ファドラの効果を発動。ファドラは、ぶん殴るとき自分の墓地からモンスターを特殊召喚できる。現れろ！チュンドラ特殊！うわー！これがデストロイ侍のパワー。そしてさらに、チュンドラでぶん殴る。そしてさらにファドラでもぶん殴る。さらにファドラのモンスター効果を発動。ファドラのモンスター効果によりシンクロ召喚を行う。もちろん出すのはバイデントドラギオン。キュイー。ちなみにここでもう DD クロとか打っても別にいいですね、勝ちなんで。バイデントドラギオンの効果を発動。自分の墓地から、まあこれは何でもいい、ファドラでもパイドラでもどっちでもいい特殊召喚。そしてうおっ、対戦ありがとうございました。これがデストロイサバイのパワー。ミカンコなんていうモンスターはこのモンスターで1コロよ。後手この環境で先手取ってくれるデッキさ、マジでさ、クソ強くないと無理だよね。え、君先行自分で取んなかった？坂月ビジル三元素、いやいいけど、それだけって後手取るデッキじゃないの？何それ、どういうこと？この環境でなんか先行取るデッキはマジでありえない量の妨害数を、なんかありえない量の流発を貫通して作らないといけないから、マジでハードル高いと思うわ。展開系はなんかね、結構ラビリンスとか強いらしくて今、引いたカード置くだけやから、だから結構それはね、あのエンシェントフェアリーやばい、なんかやっぱ先行型だなこれ多分エンシェントフェアリーこれ先行型やこれ多分だけど、さ、爆発させて竜の警告、なるほどでございますな。竜の警告の効果を発動していく。さあ、竜の警告の効果により、ドラグニティモンスター1体を手札に加えていく。はい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 。ファランクス、なるほど。エンシェントフェアリーの効果で、ファランクス特殊。なるほどですね。ははははは。なるほど、わからん。パワーツール、ブレイバードラゴン。何何くしくも同じ構えだな、これ。くしくも同じ構えではある。で、ブラックガーデンではないから、同じ構えではないか。さあ、妖刀の効果によって、じゃあ、妖刀を、墓地送って、装備、表示景色を変更。で、装備カードが墓地を送られたんで、妖刀竹光で、小金井の竹光を、サーチしていく。エンゲージ。なるほどね。これね、あれかもしれない。なんか天敗竜に極限まで見せかけたクソデッキの可能性あるね。これもしかしたら俺と同じこと考えてる、クソデッカーの可能性あるね。これ天敗竜に、を使ってなんか先行で悪いことできないかな理論をちょっと展開してるやつの可能性あるね。
ものすごい量のドローカード連打してるね。やばいね。魔法石の採掘やばいことしてる。おいやばいぞ。これテンパイリング使ってやることか問題発生するぞ。おいドローしすぎだろてめえ。やべえだろ。お前ふざけんなマジで。テンパイリング使ってやることかそれ。でも確かにエクゾディアで後手も勝てますは強いか。